リンゴゴの紅茶おいしい無糖アンバサダーの名刺をお二人にお渡しいただきます。それではお二人のアンバサダー就任記念に少しだけフォトセッションの時間取らせていただきます。ここからはキリンゴゴの紅茶おいしい無糖とのお弁当とのペアリング体験をお二人にしていただきます。私は和食が好きなので鮭弁当がいいか。鮭弁当、はい、分かりました。中条さんは？私は唐揚げ弁当ですね。合わせてみたいですか？はい、分かりました。ではまずはお二人が気になるとおっしゃっていた深田さんは鮭弁当、そして中条さんは唐揚げ弁当をお召し上がりいただきましょう。深田さんからお召し上がりいただきましょう、はい、どうぞ。そして美味しい無糖をぜひ合わせてみてください。さあ深田さんには鮭弁当とキリンゴゴの紅茶美味しい無糖を合わせていただきました。はいですか。おいしい無糖の後味がすっきりしてお弁当にも合います。合いますか。はい、和食の鮭にも合いますか。合います。中条さんには、はい、また打って変わって唐揚げ弁当と合わせていただきましょう。はい、ありました。はい、いただきます。どうぞお召し上がりください。唐揚げ弁当とキリンゴゴの紅茶おいしい無糖どうでしょうか。もう満足げな表情が今出ましたね。どんな風に合うんでしょうね、唐揚げと。なんか唐揚げのそのジューシーさというか油っぽさをこのさっぱりした美味しい無糖がこう本当にこう後味がすっきりするので本当に合いますね。こう鼻の後をこう唐揚げの後にこうほのかに紅茶の香りがふわってするのですごくいい香りが後味にします。